さあ、ついにこの日がやってまいりました。記念すべき第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝戦。決勝のカードは優勝候補筆頭としてここまで勝ち上がってきたヨーロッパナンバーワンチームドイツと、イタリア、オランダ、セネガル、アルゼンチン、そしてフランスと、あまたの強豪を撃破し驚異の快進撃を続けてきた日本の対戦です。果たしてこのジュニアユースの世界大会、その優勝の栄冠に輝くのはどちらのチームになるでしょうか。決勝戦、翼、お前はとうとう世界一を争うこの場まで来たんだな。翼、俺はやはりロベルト、バルバス監督。こんにちは。来ると思っていたよ。君の教え子の晴れの舞台なのだからな。バルバス監督はやはり翼をスカウトに。ああ、今日の試合が終わったら正式に話をさせてもらおうと思っている。翼がアルゼンチンに来たらまた勝負ができる。そうしたら今度は借りを返してやるぜ。バルバス監督、今日の試合どちらが勝つと思います？まあ残念だがドイツだろう。いくら日本に翼大空がいるとはいえ、ドイツには勝てまい。ドイツの選手層は厚い。もしうちにスカウトできるとしたら何人と交渉することになるかな。だったら、もし日本が勝ったならそのスカウトの話待ってくれませんか。え？俺が先にブラジルに、俺のチームにスカウトします。ロベルト、ついにここまで来たんだ。3年前の全日本少年サッカー大会で彼らを見たとき、私は日本サッカーを変えるのはこの世代だと直感し、これまで強化を図ってきた。特に大空翼、彼がブラジルに渡らずに日本に残ったのは日本サッカーのためには良かったのかもしれん。翼という格好の目標ができ、打倒翼を目指して同じ世代の選手たちが燃え、自分たちのサッカー技術を磨いた。そして3年後、日向小次郎は翼に追いついた。他の選手たちも翼を中心に成長し続けた。翼もまたライバルに追われながら、日本にはもう戦う相手がいないほどに成長した。そのみんなに加え、ドイツとフランスに渡り修行を重ねた三崎と若林、彼らが合流した真の全日本ジュニアユース、彼らはついにここまで来たんだ。しかしここで満足しちゃいけない。このドイツジュニアユースを倒してこそ本当の道は開けるんだ。我々の夢、日本のワールドカップ優勝という大きな夢への道、その第一歩がこの大会に優勝してこそ踏み出せるんだ。あれは、よし、みんなミーティングを始める。今日のことは昨日話した通りだが、一通りおさらいしておこう。では頼む。ドイツで注意すべき選手は何と言ってもシュナイダーだ。奴の実力は他の選手とは別格だ。特にブラジル戦の最後に見せたあのファイヤーショットは、正直俺でも止められるかわからん。ディフェンダーはシュナイダーを徹底マークして、送られてくるパスをできるだけ阻止するんだ。いざという時はこの俺が顔面で止めてやるよ。そうだぜ石崎、あんなシュート食らったらただでさえひどい顔がさらに見られねえ顔になっちまうぞ。
うるせえ、男は顔じゃねえんだよ、心だ心。ギャッハッハ、石崎は男たい。そしてゴールキーパーのリューター・ミューラー、彼は体が大きくシュートを止めるパワーも強い。しかも巨体に似合わず反応速度も抜群だ。生半可なシュートは通用しないだろう。僕たちの基本的な戦い方はシュナイダーのシュートを極力減らしてミューラーに何本ものシュートを打ち込むこと。そのためにはどうしても中盤を制する必要がある。だがその中盤にはハイネがいる。あいつのドリブルとパスは翼にも匹敵する。彼に自由にプレーされたらシュナイダーにボールが渡る機会が増えてしまう、そういうことだね。そうだ。しかしハイネを抑えてもまだシェスターとカルツがいる。今大会2人はボランチで出ているが、本来は攻撃的な選手でテクニックにも優れている。絶対に油断できない相手だ。ものすごく分厚い中盤ですね。いかに翼といえど苦しい戦いになるだろうが、なんとか中盤を制してくれ。頼むぞ。うん、必ずやってみせるよ。翼くん、僕たちもついてる。みんなで戦おう。うん。ドイツは強い。だがひるむことはない。プレマッチの時の君たちとはもう違うんだ。今まで培ってきたものを精一杯発揮すれば必ず結果はついてくる。自信を持って戦うんだ。いいな。はい。よし、行くぞみんな。ドイツに勝って世界一を勝ち取ろう。この試合ワールドカップ決勝のつもりで戦うぞ。今日の相手日本はプレマッチでも戦ったが、今の日本はあの時とは全く違うチームだ。しかしだからといって恐れることは何もない。世界最強なのは間違いなく我々だ。自信を持って戦うんだ。いいな。はい。父さん、いよいよだよ。この試合に勝って俺は世界一の選手になる。そして父さんのサッカーの正しさを世界に証明してみせる。シュナイダーさん、気合入ってますね。目の光がいつもとちょっと違う感じですよ。ハイネ、俺も今日は人生最高にマジでいきますよ。俺とシュナイダーさんでドイツを世界一に導きましょう。ああ、頼むぞハイネ。おいおい、二人だけで盛り上がるなや。ガルツさん。そうそう、シュナイダーだけにじゃなくて俺にもいいパスを頼むぜハイネ。前後のバランスは俺が取る。三人は心置きなく攻めに集中してくれ。ゴールは心配いらん。お前たちは点を取ることだけ考えればいい。ま、なんかあったらわしもいるしよ。皆さんよし、みんな行くぞ。チーム全員で世界一を勝ち取るんだ。うん。さあ始まります。第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝、日本対ドイツの一戦。超満員の場内はすでに試合前から興奮のるつぼと化しております。さらに未来のワールドカップ優勝国を占おうかというこの試合の模様は世界中に中継配信されており、まさに世界のサッカーファンが注目しています。今日勝って世界の頂点に立つのはドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツか、はたまた日本が生んだサッカーの天才児大空翼君率いる全日本ジュニアユースか。世紀の一戦は間もなくキックオフです。さあどっちが勝つのかな。予想ではドイツが断然有利だけどな。だが
戦ってきた俺たちは知っている。日本には底知れない強さがあるんだ。おそらくどちらのチームも試合の最後の1秒まで気の抜けない試合になるだろうな。ロベルトさん、来てくださると思っていました。あなたは？翼の件、翼をブラジルに連れて行ってくださいということを考えてくれましたか？ええ、でももう一人、翼をスカウトしたいという人がいるんです。アルゼンチンジュニアユースのバルバス監督です。はじめまして。じゃあ翼をアルゼンチンへ？ええ、この大会が終わり次第話をしたいと思っています。でも私たちは賭けをしたんです。賭け？そうです。日本が勝てばロベルトが、負ければ私がスカウトすると。じゃあ日本が優勝すればロベルトさんは翼をブラジルへ？はい。ありがとうございます。残念ですがバルバス監督、日本は勝ちます。え？日本は勝ちます。決勝戦、いつ迎えても気持ちいいものだ。だって明日に力を残すことなく全てをかけて戦えるんだ。でも今日の決勝は今までの中でも一番大きい決勝戦だ。よろしく。いいゲームをしよう。うん、ベストを尽くすよ。まあ頑張ってよ。どれほど成長したか俺が見てやるからさ。負けない。勝負だ、翼大空。何？次々に変わっていく。かわして振り切った。目にも止まらん火の玉シュート炸裂だ。反応しているぞ。強い。これが三浦君だ。さすがにやるじゃん。よし、ドリブルも魅力。後方ファイヤーショットが引きを吹いた。さあ、ボールと真っ向勝負。三浦君堂々とキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ。それ行くぞ若林。よっしゃ来い、しないだ。敵陣へ攻め込みます。負けた、嘘だろ。敵陣を切り裂く。かわして振り切った。渾身の力を込めたファイヤーショット。あ、片手で。俺は諦めたりしないぞ。ゴールを奪えないキーパーなんてこの世にいるわけないんだ。行くぞ日向君。翼、
お前もあのキーパーから得点を奪うにはあれしかないと感じたのか。今の俺たちならできると。おう翼。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。激しいタックル。これが日本の中心選手か。センターラインを越えて攻め込む。横をすり抜けた。渾身の力を込めたタイヤーショット。このシュートに反応している。あ、片手で。すごいパワーだ。パントキック、どこまで運べるか。チャージが決まった。三崎君、パスを回す。まさか俺が。連続パワーで見せます。素早く横にかわす。目にも止まらぬ白玉シュート炸裂だ。ゴールと真っ向勝負。鉄壁。ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。横を振り抜けた。横にかわして突破。後方ファイヤーシュートが火を吹いた。これを止めるのは勝利か。キーパー止められない。勝利はいただく。翼を追うソロ。ハインくん、このパスをカットします。ヒューガくん、センターラインを越えて攻め込む。さあ、ここから何を仕掛けてくるか。ドイツ、早くこの窮地を出したいところ。ヒューガ君、クラマへ持ち込んだ。タイガーショットだ。ミスかける。これはキャッチできない。カジットでパス。それここは抜かせません。ヒューガ君、パスを出します。タックル決めた。ミサキ君、ダイレクトでパス。ほら、翼君、激しいタックル。お箱のヒールリフトだ。ドイツ、早くこの窮地を出したいところ。あ、このシュートはネオドライブシュートのネオドライブ。これがスペインの力だ。一気にの誕生だ。真っ向からシュートを受け止めた。なに、あーっと、これは取ったのか。なんとこのシュートを三浦君がキャッチしている。先生、これでいいんでしょう。ナイスキャッチ三浦。さすがだ三浦。クソ、俺たちのツインシュートまで止められるなんて。けどまだ試合は終わっていない。俺たちに諦めの文字はないんだ。ヒューガ君、あのゴールキーパーは。やはり翼にも分かったか。お前は元フォワードで、今も試合を組み立てながら点を狙うストライカーだからな。あのゴールキーパーには隙がない。どこに打っても止められてしまう予感が伝わってきた。あんなゴールキーパーに会うのは生まれて初めてだ。ああ、しかしそれでも俺たちは打ち続けるしかねえ。うん、勝利への道はそれしかないんだ。絶対に点を取るぞ翼。ああ、パントキックで大きく蹴り出した。三杉君、ボールを奪った。ダイレクトでパス。シェスター君、ここは隙にさせません。タックル、やるの。横にかわしていく。
ゴーホーファイヤーショットが死を引いた。このボールに飛びつく。あっと必死にゴールを守った。取られた球をものにした。ゴールキックから再開です。シュナイダー、さあ前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。かわして振り切った。目にも止まらぬ火の玉シュートをさくれた。もらった。このシュートを体で止めるつもりだ。これはブロック失敗だ。翼以外にこんなやつが。体ごと別。いいチームだ日本。翼だけじゃない。俺が3年前に日本で見ていた選手たちも大きく成長している。君たちも翼と共にあれからずっとサッカーを続けていたんだな。いい前半だったな。さすが決勝戦という試合だ。後半も楽しみだよ。ええ、決勝戦か。そういえば3年前の全日本少年サッカー大会では怪我した翼の足をマッサージしたこともあったな。できれば今もそばで何かアドバイスでも送ることができれば。ロベルトさん。はい。翼に伝言があるなら伝えます。俺のノートの52ページ目の項目、それを忘れるなと。52ページ目ですね。わかりました。みんな、素晴らしい前半だったぞ。君たちはもう私の想像のはるか上を行っている。ここまで来たらもう何も言うことはない。自分たちの持っているもの全てを出し尽くし、後半を戦い抜いてこい。はい。いよいよあと後半を残すだけ。それでまたお別れだね翼くん。美咲くん。3年前にも同じことを言ったけど、勝って優勝してお別れしよう。うん。若林、沸かします。プレマッチでの借りは自分で返したかったが、後半戦俺の分も頼むぞ。シュナイダーを抑え切ってチームを勝たせてくれ。ああ、そして沸かしますの借りも俺が返してやるよ若林。おお、頼むぞ。いいチームだ全日本ジュニアユース。試合に出る者もベンチで待機する者も共に勝利を目指して戦うことに一丸となっている。こんないいチームが優勝できないはずがない。なあ、そうだろうみんな。まだまだ中盤で持たせすぎだ。もっとチェックを早めにして前線につなぐんだ。ディフェンダーもタックルが甘いぞ。ゴール前まで持たせるな。その前に潰すんだ。はい。すみません、そう向きにならないでくださいよ監督。シュナイダー、今戦っている日本は強いんです。我々と同じレベルの実力と精神力を持った強い相手なんです。しかしドイツは負けるわけにはいかない。俺たちにはドイツサッカーの伝統の継承という目的がある。今まで築き上げてきた栄光の数々、その長い繁栄の歴史、そのドイツサッカーの歴史を日本にそうやすやすと変えさせるわけにはいかないんだ。そうだろみんな。おう。シュナイダー、みんな行くぞ。ヨーロッパの名誉にかけ、必ず優勝をドイツに持ち帰るぞ。おう。くそ、俺のせいだ。俺がゴールを割られなければ。先生がこの場にいたら、俺の悪い癖を、精神面の甘さを
厳しく指摘されていただろう。こんな情けない姿を晒してしまっては、俺がこの大会に出ることを許してくれた先生に申し訳が立たない。ミューラ、シュナイダー、後半も頼むぞ。任せておけ、シュナイダー。日本にはもう一点もやらん。もうわずかの油断もしない。先生のため、ドイツの勝利のために、俺は後半も戦う。そういえばハイネの姿が見えないな。そういやそうだな、どこ行ったんだ。まさかあいつ。くそ、あと少し、あと少しの我慢だ。俺のため、シュナイダーさんのため、そしてドイツの世界一のために、持ってくれよ俺の足。やっぱりな、そういうことだと思ったぜ。カルツさん、こないだのブラジル戦で売る傷を痛めたんだろう。無理しやがって。カルツさん、みんなには黙っていてください。何？俺はまだ行けます。あのドイツの大会の決勝の時みたいに、俺の怪我でチームを負けさせるわけにはいかないんですよ。あいつめ、いい根性してるじゃないか。いよいよわしも勝負時かもしれんな。よし、時間だ。さあ行くぞ、みんな勝って絶対に優勝するぞ。お、今の翼は全国中学生サッカー大会の決勝の時に似てる。あの時の翼は勝つことだけに執念を燃やして無茶なプレイを繰り返していた。今日もこの後そんな風にならなきゃいいけど。ロベルトがまだアメリカにいるのかどうか、この試合を見てくれているのかどうか、それはわからないけれど、俺は必ず勝つよロベルト。勝って優勝して、ロベルトの待つブラジルへ殴り込みをかけるんだ。翼。片桐さん、ノートの52ページだ。え、ノートの52ページ。ではまた後でな。ノートの52ページ。まさかロベルトが。ノートっていうのは、俺が小学生の時にサッカーを教えてくれた元ブラジル代表の選手ロベルト本郷が俺のために書いてくれたサッカーに関するノートのことさ。ロベルトのノートの52ページ、それは、あ、そうか、そういうことか。わかったよロベルト、52ページの意味が。ノートの52ページ、そこに書かれていたのはサッカーの楽しさについてなんだ。ちょっと長いけど、それじゃあ。翼、なぜサッカーはこんなにも楽しいんだろう。世界中で最も愛され親しまれているスポーツ、サッカー。俺が思うに、それは最も単純で最も自由なスポーツだからじゃないだろうか。グラウンドに立てば監督からのサインなど何もない。自分で考え、自分でプレイする。何にも縛られることなく
他の10人の仲間たちとただ一つのボールを目指し戦うスポーツ、サッカー。サッカーは自由だ。グラウンド中央、ボールを持ったらどうする、翼。何をしてもいいんだ。ドリブルしても、パスしても、シュートしても、何もしないで止まってたっていい。パスだって前にも横にも後ろにもどこだって OK。 それはドリブルだって一緒だ、翼。サッカーは自由だ。俺はそんなサッカーが大好きだ。だから翼にも、サッカーをやり続けるならば誰よりもサッカーのその楽しさを愛してほしい。これがノートの52ページ目の内容さ。君もきっとサッカーが大好きだと思う。だからこのことをぜひ覚えておいてほしい。さあ、もう後半が始まる。行こう。キックオフで後半。ノートの52ページ。片桐さんにノートを見てもらったことはあるけど、ページ数まで覚えているはずはない。片桐さんが試合前にアドバイスを預かっていたなら、今になって言うのもおかしい。それに今のアドバイスは後半に臨む今の俺に必要なものだ。つまりロベルトはこの試合を見てくれている。俺の試合を見てくれているんだ、ロベルト。ヤッホー、セッサー君、ここで奪った。翼君、いきなりエンジン全開だ。横を振り抜けた。次々にかわしていく。目にも止まらぬ中玉シュート炸裂。強い。これが三浦君だ。パントキック、どこまで運べるか。マーガス、このボールをコントロール。ソーダ君、激しいタックル。かわして振り切った。敵陣を切り裂く。目にも止まらぬ火の玉シュートを炸裂だ。これほどのせるぞ。あっと、必死にゴールを守った。このボールを拾います。横にかわしていくぞ。次々にかわしていく。後方ファイヤーキックが火を吹いた。なんとかボールに食らいつく。決まった。よし、これだ。それシュナイダー君、ここからチャンスを作るぞ。ゴールはエスモネーター。まさに主婦、若林玄三。石崎君、パスを回す。おっと、攻守交代だ。ハイネ君、ここからチャンスを作れるか。あっと、奪い返した。これだ。横にかわして突破。これはスローボールだ。渾身の力を込めたダイヤクッド。よほどの鋭く反応。おお、たやすく止めた。パントキックで大きく蹴り出した。水木君、激しいタックル。ここからチャンスを作れるか。素早く横にかわす。敵陣を切り裂く。素早く横にかわす。渾身の力を込めたファイヤーショット。これはボールに飛びつく。三浦君、これはキャッチできない。さあ、ボールが当たった。横を切り抜けた。連続突破で見せます。後方ファイヤーショットが火を吹いた。これは反応しているぞ。あっと、必死にゴールを守った。これだとものにした。激しいタックル。ゴールキックから再開です。シュナイダー、長いパスが通った。チャンスが決まった。翼君、お箱のヒールリフトだ。横にかわして突破。止められない。そんなバカな。ゴール前に持ち込んだ。ゴールファイヤーショットが火を吹いた。マイヤー君、これをブロックに行く。
ボールの勢いを止められない。素早くつなぎます。ワンタッチで送る。カズオ君、ここは抜かせません。行け。おっと、よし、交代だ。チャージが決まった。体ごとぶつかっていった。後方ファイヤーショットが効いた。これは似てるぞ。もう決まった。鮮やかなゴールを決めろ。行け。ドイツ、ここでゲルマン魂を見せつけてくるのか。それ行け。素早くつなぎます。君の動きは研究済みだ。飛行士の船だ。翼くん、ここからチャンスを作れるか。何が何でも天高く足を振り上げ、全身全霊でこれだけは決めるんだ。一発のシュートでゴールを狙う。これは乗せるぞ。あ、片手で。すごいパワーだ。パントキック、どこまで運べるか。シュナイダーくん、ロングパスを受ける。体ごとぶつかっていった。よっしゃ、フェイント。あの時の借りは返したぜ。フェイントだ。敵陣へ攻め込みます。翼くん、あ、このシュート、ネオドライブシュートとネオタイム、これが最後の力だ。超攻撃の誕生だ。ここで乗せるぞ。三浦くん、ボールはまだ生きている。パスを受けた。ニューダ君、ここは抜かせません。さあ、お前です。あっと、フェイント。絶対に勝つ。フェイントだ。翼君、うわっ、これはまさかの合体。混戦、これが最の力だ。いっけー。ニューダ君、横に飛んだ。キーパー止められない。ニューダ君、鮮やかにゴールを決めました。やったぜ翼。左へ預けます。はっ、室内だ。ここは好きにさせません。調子に乗るなよ日本。カルツが用事を吐き捨てた。どういうこと。よっしゃ、行くぞ。日本にヤマト魂があるなら、俺たちにはゲルマン魂があるんだ。残り時間、今こそゲルマン魂を発揮する時だ。みんな、カルツに続くぞ。ドイツ、ここでゲルマン魂を見せつけてくるのか。敵陣へ攻め込みます。カルツ、センタリングを上げた。シュナイダー君、シュートだ。シュートを放った。若林君、それ、これはキャッチできない。それはっ、どうだ。フェイントだ。カズオ、体ごとぶつかっていった。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。制覇達成。勝った。優勝。俺たち勝ったのか。翼くん、世界一だ。世界一になったんだ。今イレブンが翼くんの元に駆け寄ります。やった、勝ったぞ。
優勝だ！俺たちが優勝したんだ！全日本が優勝したんだ！翼、お前ってやつは本当にすげえやつだよな！こんちくしょうめ！石崎くん、そう、その通りだよ。これはみんなの力で勝ち取った優勝なんだ！世界一、俺たちの夢は叶ったんだ。よかった、サッカーをしてきて本当によかった。おめでとう日本。今日のところは素直に祝福しよう。優勝か、すごいや。さすがだぜ翼。日本、優勝にふさわしいチームだ。町内からもご覧の声援、拍手喝采です。負けたのか。負けちまったんだな本当に。こいつはちっと答えるな。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。ハイネ、落ち着け。ハイネ、シュナイダーさん、俺悔しいですよ。世界一まであとちょっとだったのに。悔しがる前に、俺たちにはやらなきゃならないことがある。え？力の限りを尽くして戦った相手、日本を祝福しに行くことだ。それもスポーツの、サッカーの大事な一部だぞ、ハイネ。はい。泣いています、全日本ジュニアユースの選手たち。思い思いの考えにふけっています。ジュニアユースワールドチャレンジ優勝、彼らは今世界一の栄冠に輝いたのです。まさに日本サッカー界の快挙。選手たち、これは嬉しいでしょう。おめでとう全日本ジュニアユース。優勝おめでとう全日本ジュニアユース。シュナイダー、誰も文句は言わない。君たちがナンバーワンだ。この決勝でハットトリックとは。君は俺が思っていた以上の選手らしい。だが俺も君に負けるつもりはない。世界一のストライカーの座をかけてまた勝負だ。しかし悪いが、ユニフォームの交換は今回は見送らせてくれ。なぜなら俺たちの戦いは今始まったばかりだからだ。うん。次は、次はワールドカップで会おう。ああ、今度は負けない。若林、この借りはドイツのリーグですぐ返す。ああ、しかし俺も負けないぜ。さあ行こうみんな。俺たちは正々堂々、持てる力を全て出し尽くして戦ったんだ。誰にも恥じることはない。胸を張って帰ろう。日本より一足早くピッチを去りますドイツジュニアユース。その準優勝チームドイツに、今健闘を称える拍手が場内から湧き上がっています。泣くな、みんな。精一杯やったんじゃないか。この屈辱は、これからの君たちのサッカー人生で十分返せるものだ。くよくよすることはないぞ。この
ドイツジュニアユースというチームは今日でその役割を終える。がしかし、今度はユースまたはナショナルチームで再び君たちが集まれるよう私は期待している。君たちの未来はこれからだ。この悔しさをバネにこれからもみんな頑張ってくれ。はい。すまない、頑張ってくれ。まさかこれをできる奴が現れるとはな。ふん。さあこれより第1回ジュニアユースワールドチャレンジ閉会セレモニーが始まります。その栄光の初代王者日本が今大歓声に迎えられて入場です。振り返れば日本はここまで苦難の連続でした。プレマッチでは世界の壁にぶつかり、チームの雰囲気も決して良くなかったと聞きます。そして始まった大会の予選リーグも優勝候補に挙げられる強豪揃いのリーグに入り、厳しい戦いを強いられました。その予選に勝ち残って臨んだ決勝トーナメントでは、南米の雄アルゼンチンと欧州の伝統国フランスを激闘の末に下し、そして今日優勝候補筆頭のドイツに勝ち、ついに栄冠を手にしたのです。この厳しい戦いに勝利することができたのは、選手たちのピッチ上での懸命なプレーだけが理由ではありません。試合に出ている選手も出ていない選手も、チームの全員が世界一への熱い思いを抱き、一丸となって戦ったからこその結果なのです。全日本ジュニアユースの優勝、それはまさにチームワークの勝利です。優勝チーム代表大空翼くんに今優勝カップが手渡されます。やりました、日本ついにジュニアユースクラス世界一に輝きました。え、スピーチって言われても困ったな。翼くんが思った通りのことを言えばいいんだよ。うん、皆さん大きな声援ありがとうございました。僕たちはこの大会に優勝しようと頑張ってきました。その夢が叶って今嬉しさでいっぱいです。だけど僕たちの本当の夢はワールドカップに優勝して真の意味で世界一になることです。日本のワールドカップ優勝、それは一生叶わない儚い夢かもしれない。でも夢を追うことは自由です。そして夢に向かって頑張ることは素晴らしいことだと僕は信じています。俺は、俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。そして注目の大会 MVP は、日本に彗星のごとく現れたゴールデンルーキーだ。やったな、富良野中のみんなも今頃大喜びだぜ。 MVP おめでとう。この大会は俺も君に引っ張られたよ。これからも一緒に日本のワールドカップ優勝を目指して頑張っていこう。俺たちの大きな夢はまだまだこれからさ。さらにゴールデンルーキーは得点王との2冠を達成。彼こそがまさにこのジュニアユースワールドチャレンジの主役であったと言って差し支えないでしょう。本当におめでとう。翼くんの見事な優勝スピーチの後は、全日本ジュニアユースチーム選手たちのビクトリーランです。おめでとう、ロベルト。悔しいが、賭けは君の勝ちだ。ん？ロベルトは？あれ？さっきまでそこにいたんですけど。網膜剥離という目の病気で、
俺の人生の全てだと言い切れるサッカーを断念せざるを得なくなったあの頃、俺はショックから生きる気力を失い自暴自棄になっていた。そんな時、俺は日本で翼、お前に出会った。俺は翼にサッカーの技術を教えた。そして代わりに、俺は翼から夢を持ち生きることの素晴らしさを教わった。サッカーができなくてもサッカーを教える喜び、素晴らしさ、それを翼のおかげで知ることができたんだ。それなのに俺は、全国大会に優勝したらサッカー王国ブラジルへ連れて行くという翼との約束を破ってしまった。許してくれ翼。俺はあの時、まだそこまでしてやれる自信も勇気もなかったんだ。しかし今は ロベルトさん、片桐さん、翼に会ってくださるのですね。はい。ではこれをどうぞ。ロベルトさんの情報を登録した ID カードです。ロベルトさんの所属チームに事情を説明し、チームから正式に申請してもらって発行してもらいました。このカードがあればピッチに降りることができます。その手配を片桐さんが。はい、翼をよろしくお願いします。ありがとう。ビクトリーランを終え、選手たちがベンチ前まで戻ってきました。さあみんな引き上げるぞ。宿舎に帰って祝勝会だ。おう！あ？ロベルト。翼。ロベルトだ。なんでここに。翼くん、優勝おめでとう。翼、見事だったぞ。ロベルト、目は大丈夫なの。ああ大丈夫だ。ロベルト、俺中学を卒業したらブラジルへ行くんだ。ああ、ブラジルで日本から送られてきたお前のビデオを見た。そして今日はこの目ではっきりお前のプレイを見た。ゲームを組み立てながら得点を狙うプレイ、そしてチームをまとめるキャプテンシーも、どれをとっても本当に見事だった。よくここまで成長したな翼。ロベルト、お前の世界一のサッカー選手になる夢、俺にも手伝わせてくれないか。ロベルト、じゃあまたロベルトのサッカーを教えてくれるんだね。もちろんだ。俺ずっと信じてた。サッカーをやってれば、サッカーをやって上手くなれば、必ずロベルトに会えるって。ただいまー。おいおい、ここは家じゃねえんだぞ。おっとそうだった。でもつい行っちまうんだよな。気持ちはわかるぜ。もう長くここにはお世話になってるからね、家みたいな気分だよ。けど明日にはもう日本に帰るんだよな。そうか、もう明日か。せっかく毎日楽しかったのに、また離れ離れだと思うとやっぱりちょっと寂しくなるね。でもきっとまた会えるよ。サッカーを続けていれば必ず。うん、そうだね。だからこそ今晩は祝勝会を思いっきり楽しみましょう。What?
ぱりそうだよな。俺も食べて食べて食べまくるぞ。高すぎ、テンション高いな。若者はそれでいいんだ。どんどん食べて立派な体を作らないとな。松山、ちょっと話があるんだ。一緒に来てくれないか。あ、はい。一体何だろうな。これから祝勝会だというのにすまないな。実は君のことなんだが、先ほど私のところにドイツのサッカークラブから連絡があってね。君をチームにスカウトしたいそうだ。え、すごいじゃないか、海外からのスカウトなんて。それでとりあえずの返事を先方にしたいんだが、君の気持ちはどうだろう。それはそうだよな。海外に行くってなれば親だって驚くだろうし、一人で行くか家族で行くかも話し合わなきゃならないだろうしな。もちろん先方もそれは気にしていた。ご家族でしっかり話し合って、それから結論を出してくれればいい。そのことは伝えておこう。松山、祝勝会の前に時間を取らせて悪かったな。さあ、祝勝会を楽しんできてくれ。私も後から行く。では失礼します。翼、これからの日本のサッカー界をリードしていくのは君たちだ。父さん、ごめん。俺は世界一になれなかった。父さんのサッカーを世界に証明することができなかった。これは父さんから。もしもし、父さん。カール、試合見ていたよ。惜しかったな。うん、ごめん。俺、いいんだカール、お前は精一杯戦ったじゃないか。今日の借りは次の機会に返せばいい。お前は若いんだ、まだチャンスはいっぱいあるさ。うん、それに優勝してしまったやつより2位の方が期待外があるってものだ。え、実は今度カールと同じチームにわしもコーチとして行くことになった。本当に父さんがバイエルンに。ああ、バイエルンの監督フェルスターが誘ってくれたんだ。監督が。カールが頑張っているんだ、わしも負けていられない、そう思ってな。だからバイエルンでは一緒に暮らそう。母さんとマリーと家族でもう一度一緒に。父さん、本当に今まですまなかった。ありがとうカール。シュナイダーさん、よかったですね。どうやらシュナイダーの悩みは解決したみたいだな。カールさん、いきなり驚かさないでくださいよ。というかカルツさんも気づいてたんですね、シュナイダーさんのこと。あったぼうよ、わしとやつの付き合いは長いんだぜ。幼なじみでずっと同じチームですもんね。そりゃそっか。ところでわしらは明日ドイツに帰るが、お前さんはどうするんだ。俺はアメリカに残ります。足の怪我が再発しちゃったんで、もう一回治療しないと。ああ、あのリハビリまたしなきゃなんないのか、めんどくさいな。仕方ねえだろ、自分で選んだ精一杯のプレイの結果なんだ。まあ覚悟はしてましたからね。地道に頑張りますよ。でも俺が帰らないとドレスデンで待ってるファンの女の子たちが悲しむだろうな。
お前さんが帰った頃にはそのファンもシェスターに夢中になってるかもしれねえぜ。カルツさん、微妙にありそうなこと言わないでください。ま、頑張って治療しろや。そしてまた代表で会おうぜ。ええ、また必ず。とうとうお前も出発か。その年で一人で海外とか大変そうだよな。私は家族で行ったから大丈夫だったけど、一人はやっぱり不安よね。言葉も習慣も違うし。ついこの前まで海外に行ってた藤沢が言うと説得力があるな。お父さんの仕事が思ったより早く終わったから少しの間だったけどね。でも藤沢が日本に戻ってきたって聞いたときはびっくりしたぜ。本当だぜ。しかもキャプテンと同じ高校に行くなんてな。若松、お前な。ドイツって言えば若林やシュナイダーはもうトップチームの試合に出てるんだよな。お前も早く追いつけよ。応援してるからな。いや、フラノ中のみんなも来ていたか。片桐さん、今日はどうしたんです？もちろん彼を見送りにさ。君がこれから行くところは本物の競争社会だ。チームスタッフが常に力をチェックし、彼らがうまいと判断した選手のみがチームに残ることができる厳しい世界だ。時には心が折れそうになるかもしれないが、君ならばきっと乗り越えられる。自分を信じて頑張れよ。松山たちも高校でしっかりな。ええ、俺もこいつには負けてられませんからね。ああ、翼のいない日本をまとめるのは松山だと思っている。期待しているぞ。それじゃあまたユースの大会で会おう。